はい、こんにちは、みほとけです。ナム。そして、こんにちは、金剛太刀住職、染川智優です。はい、よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日はですね、はい、三重県の滝郡滝町ですね。滝郡です。郡まで来ました。はい、松坂の下、はい、伊勢市の上になります。コロナ肺炎で、はい、シャープさんが、はい、マスクを作っていますが、はい、その場所でございます。そうです。ここから3分です。3分でマスク工場があります、はい、でもうちらには届きません。なんででしょうか。はい、ここはですね、山を登った上にあるお寺さんでして、はいはい、今ここをもう見ただけでも古い、もう古いだけなんですよ、はい、今度ちょっとお寺は、はい、今これ建物は築何年ですか。この建物がここが明治元年になりますね。明治元年、はい、ですので、何年だ何年だ120、30年、40年ぐらい前か。すごいな、で本堂は、築370年わー、はい、ただ驚くべきがこのお寺さんの歴史が相当古いって話です、はい、そうですね、もう歴史から言うと680年ぐらい西暦ですね。白鳳年間って言われてますのでね。古いんです。だけどもっと古いのは、はい、いわゆる、古事記に出てきますので、この地域が、はあ、その聖地だった可能性がありますので、式内神社って嵐神社ってありますので、はい、もう古代から続くこの場所なんですね。あ、じゃあ古代からここに、はい、古事記に出てくる神様がここにいて祀られてて、はい、そこに、仏教が入ってきて、はい、お寺ができたという歴史だと考えています。すごい古いご神体が今も残ってらっしゃる、はい、残ってる一つだけ、嵐神という嵐さんの神様が、はい、残ってまして、これは滝町の文化財になってますね、はい、へー、じゃあそれが古事記だからもういつだろう、山とだったりうぬですよね、出雲大社ができてみたいな、その時からこの場所は確実にあって、ね、そこに仏教が伝来してきて、お寺となった。そういうことですね。それが600年。600、何年だ？673年。7世紀ですよ。そうですね。そこで来て、ただ続いてるのを順調にここまで来たわけじゃないと。はい、そうですね。一応応仁の乱と織田の焼き討ちで2度焼かれまして、はい、でその後また復興されて、はい、これで、紀州家のお下護もいただきまして、はい、二所としても栄えたんですけども、はい、明治になりまして紀州家がなくなりまして、はい、そして遠回りの土地一帯は金剛太刀の土地でしたんですけど、はい、それも戦後の農地開放で、はい、なくなりまして、この一山だけが残った。そして、今から50年前に住職もいなくなって、はい、30年間無住のお寺になってしまいました。かー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 ですね。そうで、私が来た時は、はい、ゲゲの鬼太郎のようなハウスのような、もう鬱蒼としたお化け屋敷のようなお寺でしたね。もうだから150年の間の最後の50年間30年間は一子一人いない場所だったんですよ ね。 そうですね。私来た時コウモリをどんなか飛んでましたね。しかもそれもびっくりですよ。町の天然の、そう、町の町史の中に滝町の、動物っていうので、はい、大コウモリっていう項目があるんですけど、はい、発見できずと書いてましたけど、はい、飛んどるやんっていう。ここおるやん。ここおるやん。このそうそう、家の中にそういたんですね。この中をこう走ってたんですね。で今じゃこうやって話させてもらってるこの空間が、この明かりもついて、でこの電気、私来た時はもう電気ないですから、はい、自分で全部つけたんですね。自分で全部つけたんです。私もともと工業高校電気科でしたので電気工事士の免許を持ってましたので、もう全部やりました、はい、ここすごい。だから全然今だったらもう普通に布団敷いて寝れるぐらいの、そうですね、持ちようさがありますけど、ぜひ泊まりに来てください。いや本当に、はい、ちょ、まあ本当でもここ以外は見る限り山なんで静かですね。そうですね、静かですね。怖いですよ、夜中。はい、いやだからここで全部そのここ中を建て直すだけじゃないじゃないですか。そうですね、電気を通す、水を通す、もう瓦から屋根から穴が開いてるのも全部自分で直しましたんでね、はい、トイレも、前はぽっちゃんでしたけど、はい、今水洗トイレだったでしょ。水洗でした、あれも全部自分で勉強して作ったんです、いやすごい、ね、なんだこれは。もう仏教以外は何でもできる。仏教のプロですから。仏教のプロですから。仏教の話はあんまり苦手ですけど。そうそうそう、電気工事の話はいくらでもできるじゃあ皆さん、はい、水が詰まって電気が通らなくなったら
そうです。嘘です。何でもできますので。じゃあできることがもう一つありまして、なんと絵が得意だと。そうなんですよ。中学校の時に落書き、アニメが好き、漫画が好きで落書きしてたんですけど、はい、これが35年かな、はい、経ってまさか役に立つとは。ちょっと見ていただきましょう。いただいたんですよ。はい、はい、こちらでございます。最後かな。ここだ。御朱印に仏画を描かせてもらったんですね。可愛い仏様の、はいはい。はい、こちらです。キラキラもしてます。すごい。すごい可愛い。なんてこれ如意輪観音さんでここのご本尊さんなんですけども、そうですね、可愛い、癒されますね。そうですね、自分で言うのおかしいですけど可愛いなと思いますね。この30年前の趣味がここに行け、なんでこんな御朱印に力を入れてるんですか。いや、去年、もともと絵を描くのが好きで、うん、それで仏画を描いてたんですけど、はい、御朱印に描いた方がいいんじゃないっていうんで、はい、去年からちょうど令和元年5月1日を記念して、おそれでそれ用のやっぱ描くのに時間かかると御朱印はダメですので、はい、まあ、10分ぐらいで描けるデザインをして、はい、それで20冊作って大阪のフェスに出したんですよ、はい、速乾。え、待って待って、大阪のフェスに出したんですか。大阪 の, アートフェスに出したんですよ。アートフェス出して速乾、速乾、あ、時代が来てると掴んだ掴んだ掴んだで、それで描いてたら、いろんな御朱印集めてる人から描いてほしいと言われて、はい、おいで、ある時アニメ、私は漫画とかすげえ、特に少女漫画大好きそれで少女漫画風の弁天さんを描いた。あとでちょっと写真撮らせてください。そう、それ、はい、そしたら、はい、みんなから描いてくれ描いてくれ大人気になって、はい、一気に広まった感じですよね。もう本当に中学時代の落書きがこんなところで役に立つとは、勉強全然役に立ってないのにこれね、そう、だってこれなるまでどんな中学時代を過ごしたのかちょっと想像つくんですけど、少女漫画読んで少女漫画たちの絵を描いてた男子中学生だったんですよね。そう珍しい。もう当時は漫画はもちろんブームだったけど、はい、男が少女漫画を読むっていうのは、はい、結構ちょっとまだまだタブーだったんですよ、うん、隠れて、はい、で仲良し大好きだったんですよ。仲良し、しかも仲良しファンなんですよ。しかも、ね、リボンはちょっと大人っぽいんですよ。大人っぽいですね私も通りました、チャオからの仲良しみたいな。僕仲良し、チャオ、リボン、これ3つを一時は取ってたこともありましたけど、金、はい、がないので、はい、もう仲良しに変わりました。もう1個に絞ってもうキャンディーキャンディーからずっと読んで共感してくださる、ね、多分どう、面白いですよね。面白いですよ ね人いっぱいいると思うんですけど、そうちょっと想像してて、今でこそね、少女漫画は男性でもね、うん、結構読みますけど、ね、うん、あの頃はね、すごい。それでね、あの当時、はい、プレゼントがあったんですよ。プレゼント企画が、はい、時に申し込んで当たると名前が出ちゃうから、はい、これはできない。そしたら全プレがあったんですよ。全プレ、ああ、応募者全員プレゼント。そう、スパンクの色鉛筆5色っていうのがあったんですよ、はい、あ、これだったらいいと思ってね、行ったら来てね、嬉しくてね、はい、で学校まで持ってったの内緒で、はい、そしたら女子に見つかっちまってね、はい、なんでそれか君これ持ってるのって言われてバレちゃった。バレちゃった。仲良し呼んでること、うん、そこから人気者になりました。全然だから。オタクでしたから。オタクでしたから。はい、いやでもすごいなんか親近感湧きますね。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、そこね、そのもうこんな御朱印を求めてだから人は今。そうですね。遠いとこだと、うん、もう東京千葉とか九州からとか、あ、沖縄があったんですね。沖縄。うん。すごい。折りかけ沖縄でとか東京で何万もお金かけて。うん、1000円ぐらいの募集を、うん、その何万を私にお教えしていただけると大変ありがたいんですけど逆にね、でもやっぱ来て、生で来て、そうですね。でも私来る理由はちょっと染川さんと喋りたいというのはあります。あ、そうですか、ありがとうございますそうですね、もうすごいね、めちゃくちゃ色っぽい如意輪観音さんもいらっしゃいますし、あ、そうですね、もうぜひお参り来ていただければ、はい、はい、いやだからもう御朱印、嬉しいですね、うん、はい、御朱印っていうのはだからお参りの証ですからね。そうですね、ただ絵をもらいに来るんじゃなくて、そうです、お参りが大切で、はい、そのために御朱印を証としてもらえるということですね、うん、特に絵はさらにプラスアルファですので、うんうん、はい、ぜひもらってください。でこの染川さん、住職染川さんの、はい、今喋っていただいて相当面白い話できたんですけども、もっと面白い話をロングインタビューさせてもらいまして、あ、そうですか、はい、それをハスの葉というお坊さん Q&A サイトにロングインタビューお坊さんズラブで見本に書かせていただいてますので、はい、ありがとうございます。今日は来ていただきまして、もう本当楽しかったです。ぜひそちらもご覧ください、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、いやすごい、もう
自分でこのパイオニア精神で、あ、そうですね、頑張りたいですね。いやもう本当コロナで負けないように、負けない、コロナに負けるな、元気を、まあね、頑張りたいですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。さようなら。